取り返す日本領土ということで、まさしくその通りなんですね。まあ、今ロシアがウクライナ侵攻しますけどね、ロシアに公占拠されている北方領土、韓国に公占拠で竹島、そして中国に保守安定を狙われている尖閣諸島などあるわけだけど、取り返す日本領土ということでね、北方領土、そして竹島ですね、そういったところです。日本人なら誰でも靖国神社当たり前ということで、私自身はまあ東京も住んでましたけど、まあ、ここ最近もね、東京行く際は必ずと言っていいほど靖国神社参拝させていただきます。かつての英霊ということで、まあ、私自身は海外でね、慰霊もしてパロン、ベルリュー島とかフィリピン、ビルマ、まあ、他にもタイの北部とかね、数多くのところに行って、激戦地を訪れて、そして慰霊碑があって慰霊させていただいてます。まあ、当然この靖国神社ということで、我々日本人であればね、参拝するのは当たり前のことかなというね、思っていますね。これ見ていただくと、皆さん常日頃日本の国を日本人のことを意識して行動しましょう。愛国心を持ったこの国難に、国難に立ち向かいました皆さん。今こそ日本を強くにしましょうという、私もまたしくこの通りで呼ばれています。江戸時代の1658年創業ということで、江戸時代も結構初期ですね、運用されています。すごいですね。皇居が東北、靖国神社、島根県竹島北西、北東が北方領土、台湾ですね、あります。訓読みかと思ったけど、音読みですね、正統館、1658年創業ということで、で現在は休業中ということですね、まあ、いずれまたこんだけ歴史があります、あれですけど、いずれ資格してみたいですね。なんか思想チェックがあるとか、本当なんか書いてあるってことなのかなと思ったんだけど、まあぜひ私はここで、資格したいですね。はい。オーナーの方がいらっしゃればお話したいんだけど、オーナーの方がちょっと見当たらないってあれですけどね。まあ結構その、こういう政治的な靖国神社とか竹島北路ね、こういった問題で話が合いそうですけどね。まあ靖国神社参拝で当たり前に行われることですけどね。あと北方領土とか竹島もこれは奪還するのは当たり前では、この当然のことを書いてると思うんですけどね。なのでちょっとここはいずれはね、出発した何度も言うんですけど、日本人なら誰でも靖国神社参拝当たり前、当たり前なんですね。